すいません。はい。ミトコン2つください。はい。あとキュウリ。あ、ミトコン3つでお願いします。これミトコンです。キュウリですね。キュウリ。ミトコンね、ちょっとピリ辛なんですよ。いただきます。うまい。これおそらく豆板醤の辛みなんですよ。あ、そうなの。うん。いただきました。いいでかい。うまそう。めちゃくちゃうまそう。これクソうまそうでしょ。素朴なラーメン。これもね、もうずっと好き、子供の頃から。これみんな同じ。あの食レポ行きますか。うん。スープね、これね、ラーメンね、昔ながらの素朴っていうかね、味なんですが、優しいスープが。でね、麺は細麺なんかね、これはね、どう、細麺？細麺の縮れ麺なんかな。麺うまい。うまい。大盛り頼んだけど、大盛りでかいですよ。チャーシューの味がしっかりしてます。どんな味ですか。なんて言えばいいんだろう、これね、柔らかい、柔らかい。うん。でね、厚みもね、結構ね、しっかり厚みもあってね。これ、うん。なんだろう。あっさり。あっさり。うん、あっさりした油って油を浮いてるけど。林屋の方はあれだもん。結構ギラギラしてたもんね。うん。林屋さんの定食屋のなっていう感じのね。うん。また向こうとは違う感じの。そう。お店の価値関係でいくと、目とかの先にあるんですけど、うん、はい、ということで、もう完食しました。はい、まあ、気になる方はね、ぜひマップ貼るかどうか分かりませんが、いらしてみてください。ね、渋川の伊勢屋さんです。どう